はい、皆さんこんにちは。山内太一です。ご質問いただいてます。将来、食品研究や管理栄養士になりたいです。就職なども考えて、大学で農学か栄養学、どちらに進むのがいいですか？ですね、あなたは、農学部ですね。多分管理栄養じゃないと思う。だって、食品研究やりたいんでしょ？この分野考えてるときに、どうして管理栄養士を探してくるんだろうって僕は思うんですよ。農学部で食品工学とか食品科学を勉強する場合、往々にして管理栄養士の資格が取れません。国立大学農学部見てください。要は、管理栄養は一種の医療専門職なんですよ。だから、結構家政学部、女子大とかに多いでしょ。で、バイオサイエンスとかバイオテクノロジーみたいな工学的な勉強をやりたい場合と、管理栄養は違うんですね。例えば、食品を開発したいっていう場合は、基本的には管理栄養の資格はいりません。だから、まずは管理栄養士になりたいかどうかっていうのが大きな分かれ目で、管理栄養士になりたいんだったら管理栄養士の資格が取れる学校へ行ってください。でも、食品開発がしたいんだったら管理栄養士の資格はいらないんです。例えばなんですけど、日本大学の生物資源科学部、10位まで持ってるのに、管理栄養はないわけです。また、東京農大も管理栄養の学科以外はみんな食品開発の学科なんですね。別なんですよ。だから、まず、あなたは本気で管理栄養士になりたいですかっていうところなんですよ。で、こういう質問をしてくる人は大体、本当は管理栄養士になりたくありません。だって、本気で管理栄養士になりたい人はこんな質問してこないからです。私は管理栄養士になりたい。管理栄養のこの大学へ行きたい。で、話終わりなんで、質問してこないんですね。質問してくるってことは、実はあなたは食品開発がやりたいんです。そうなっちゃったら、管理栄養士ではありません。で、食品開発だったら、やはり農学部です。もちろん農学部で管理栄養が取れる学校もあるんですけど、実はそっちは主力じゃないんですよ。なので、ちゃんとあなたは、食品の開発をやっている農業系の大学を調べた方が良い。ただし、女子大の場合ですと、家政学部の中に管理栄養の学科と食品開発の学科と両方持っていることもあります。ただ、女子大家政学で食品開発やるんだったら、あなたが挑戦できるなら、農学部の食品開発の方に行った方がより良いのではないかと。いろんな学校ありますけどね。ということで、私的には、どうしても管理栄養士になりたいわけでなければ、食品研究のできる一般的な農学部の大学に行った方が良いと私は思います。もちろん、あなたが考えた結果管理栄養士の方が良いというなら止めません。意外と、看護師とか医者みたいな感じで管理栄養士っていう国家資格の方が偉く見えるかもしれませんが、世の中は、多くは国家資格だけで世の中回ってるわけじゃなくて、特に食品の分野、飲食の会社考えてほしいんですけど、開発する人たちっていうのは国家資格じゃなくて、大学での研究の専門性で企業に入って食品会社で開発やってるわけで、あなたがやりたいことは実は食品開発だろうというのが僕の見立てです。なので、そういった農学部の大学を探したらいいんじゃないかなと思います。ぜひいろいろ検討してください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。メガスタなら総合型選抜、推薦入試と一般入試、両方の対策が可能です。大学受験で志望校に合格したい方は、画像をタップするか概要欄のリンクをクリックしていただき、メガスタの資料をご請求ください。